内容証明って何ですか。嘘でしょ。それバカか。一回も働いたことはないってことですか。はい、でこじらせ美女チャンネル、今日は愛理さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。愛理さんはなんか今日貧乏ですって書いてるんだけども、どういうこと、どういうこと今日貧乏ですって。昨日はそうでもなかったみたいなね。はい、そうなんですけど、うん、最近パパに援助を切られてしまって、家賃が払えなくなって強制退去を来たんです。それどれぐらい払ってなくて。裁判3ヶ月ですね。3ヶ月未納で強制退去させられるには結構厳しい ね、 ね、3ヶ月早いね、思ったより。そうなんですけど、裁判所からのお知らせを未納無視、引きこもりすぎちゃって、その返信とかも全部してなかったので。なるほどね。しててちょっと頑張りたい、払いたいんだけども今こういう事情で払えませんって言ったらなんとかなったかもしれないけど、はい、どういうこと。パパに全部払ってもらってたってこと。家とかなので、うん、続きとかを自分、私がやってなければ対応と。パパ活って分かるんやけども、パパにいろいろ支援してもらうっていうのが、うんうんうん、でもパパ活しながらもなんかお仕事をしてたりすることが多いじゃないですか、はい、そういうことはなんかしてないんですか、はい、そうですね、ずっとミノムシのような状態です。なんでミノムシって引きこもり。どうやって出会ったんですか、パパとは。パパとはすごく古くて、大学生の時に。大学生の時から。はい、もう結構15年、6年、7年ぐらい。長い。なんでそんな長い仲なのに、こう切られることになっちゃったの。なんかもう飽きられちゃったんですかね。どういう風に切られるの、それは。もうなんかお前この度、もうパパ終了なってちょっとマジで、ほんまにそんな感じですか。それパパ15年も一緒やったらさ、はい、彼氏やったんじゃないの。なんかパパと彼氏って結婚してたんじゃないの。彼氏じゃなくて、もういや何、事実婚だったんじゃないの。いやいや、もともと好きでもないです、私の場合は。でも、はい、それはそのちょめちょめはなかったんですか、その方とは。そうなんです、一回も実はなくて、それがいいなと思って始めたきっかけにもなります。パパ活って今やったらさ、なんか分かるやん、当時ってまだその言葉はなかったと思うんですけども、ね、でもやってたのかな、多分なかったけど、その私この度あなたのお金をもらう人になります。お金もらう人けどいかがですか。どっちからの提案やった。向こうからの提案で。どういう感じで、なんかそれどこで出会ったの。なんか大学生の時になんか経営者が集まる港区のパーティーがあるよっていうのに呼ばれて。港区、もうそのもう15年も前から港区のパーティー。そう、まだ港区女子っていう単語がなかった時代に、うん、なんか経営者が集まるパーティーがタワマンであるよみたいな感じで呼ばれて、こう私は社会人に興味があったので行ってみて、なんかそしたら最初はその経営者の方は夢を応援するとか支援するみたいな、僕は経営者だからいろいろアドバイスできるよっていうことで、いろいろお食事したりスポンサーになるぞみたいな。そう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 です。当時の夢は何だったんですか。当時の夢は丸の内とかで働きたいな。丸の内ただの働いてる人やな。わかる。別にそれを彼に言ったら、よしぜひ丸の内で働けるように今後俺がビジネスしたいとかの話になるけど、丸の内地域やしアホやなこの子って思うけどな。普通はちょっと可愛かったんじゃない、それが。丸の内 OL でいいや。何が刺さったのかわかんないんですけども。いやでもそれやっぱ下心があったんじゃない、ね、なんかそのね、体の関係とかゆくゆくはした。ゆくゆくは言われなかったの、それは。なんかたまに求められたこと。たまには言われて、それをよく交わして。15年も交わし続けてきたの。どういうテク、それは。どんな男だよそいつは。よっぽどのバカじゃねえのって思うよ、そのパパ側も。お互いバカだった。バカだね。どんくらい支援してもらってたんですか、ね、月とかなのかな。月に3、40万ぐらい。あ、もう普通のお給料。普通のお給料ですね。高くもなく給料よね。彼からしたら大した額じゃなかったのかな、ね、1万円ぐらい払うぐらいの気持ちなのかな。普通はどんくらいもらうもんなんですか、パパ活って言ったら。いや、なんか相場は分からないんですけども、うん、なんかそういういろんなパーティーとかでちょっと有名なグラビアアイドルさんに会う機会がありまして、その人は60万って言っていました、ね、60もうちょっともう給料よりも正直なとこが良かったんかもな。回らなかったです。そっか、はい。
え、プレゼントとかももらうんですか、誕生日になったら。あ、私はプレゼントはなしっていうお約束を取り決めて、なんかおっさん趣味のアクセサリーとかをもらって喜んだふりしてつけたりするのがすごく嫌で、私ある時にクリスマスプレゼントでミシュランのカウンターでご飯を食べてたことがあったんですけど、カウンターでこの夜勤の人とかが見てる前で仰々しくプレゼントだよ見せられた時に、その時期にちょっと炎上する会社のネックレスってピンときますか？サンドシー。あ、そうそうです。ちょっとぼやかしていい、ぼやかしていっちゃったごめんね。ちょっと高い温度の方のネックレスをお金持ちのにいただいたことが、お金持ちなのに、いやなんかなのに、もう30も超えているのに、そのネックレスをすごい高級レストランで行儀してあげられたことが、いや別にいいブランドよ別にそんなに可愛いような感じのイメージでもない、まあ可愛いってまあ港区女子のもう本物の港区女子はつけないかもしれないけども、もうどうぼやかしていいか分かんなくなってきた、どうフォローしていいか。そう、ちょっとびっくりしすぎて、そんなものを私嬉しいっていう演技が全くできなくて、あっ笑っちゃったの、嘘だろ、あ、うんってってガサッてこうカバンの中にすごい距離入れてしまって、人にそういうのもらってるのも見られるのが恥ずかしかったんや。そうなんです、それがちょっととっさの反応 で私もあすごい反応しちゃったと思ったけど引けずに。え、それ相手はどんな感じだったのそれ見て。でも結構ナルシストでポジティブな感じな人なので、多分もうあげたっていう瞬間にもうどやな感じが終わったのか、あんまり気づいてないよ。性格クソバリーなってはっきり言って金もらっとってプレゼントで喜ばしい演技をするのも嫌だってすごいちょっとびっくりしすぎて、いやよくないがあったので、うん、あのプレゼントはこれからは、まあ、逆にいらないよと。自分もあげへんねや。あ、そうですそうです。バレンタインデーとか誕生日とか今物をあげたことは一度もなくて、お互いいらないよねって、経営者の方が物いらないんだってよ いつも言うから、次に行ったらそれを私も言おうと思って、私も物はいらないんだっていうことで、お互いいらない方がスムーズでいいねっていうことで、まあ、プレゼントはそうだけど、でもなんか買い物とかは電化製品が欲しいとか、ちょっと今これが必要、そういう一緒に買い物とかは行きます。え、それもちょっとプレゼントに近い。いや、それは違います。違うの。あれ、プレゼントだけどね、それも全然プレゼントだけど。え、相手はご結婚とかはないんだよね、はい、もちろん。いや、もちろんあります。最低じゃねえか。不倫だよそれはもう。いやでも奥さん、まあ他の女に金払ってるのは知らないんでしょ。そうですね、まあ不倫ではないけど。不倫だよもう。だって法律的には俺だったらもう殺すよ本当に。まあそりゃそうでしょうよ。なんだこの野郎ってなる。でしかも言っとくけど、自分の旦那は殺さないよ、あんたを殺すよどっちかっていうと、どの女だって言って。いや、それ何、いつの話切られたの。最近。あ、すごい最近です。もう昨日とか。いや、いや3ヶ月は経ってるでしょ、さすがに払えなくなってるからね。なんかその後仕事しようとか、強制退去に向けてのなんか引っ越しとか手続きでバタバタしていて、なんか夜逃げみたいな感じでその家を出たっていう。あ、別れた理由というか、縁切られた理由みたいなのは何、まだそういや聞いてないなと思ったけど、なんて言われたの。少なくとも言われたことは特にはないんですけど。え、特になく急に支援が来なくなったって感じ。そうですね。でも連絡はと、あれどうしたのとかって連絡するでしょ。そうなんですけど、なんか私とかが結構身の虫状態がひどくて。何、その身の虫状態って何。なんか引きこもりがやばい。引きこもってるってこと。会う人かもこうメイクとかもう全くできない状態とかになって、それはなんかネガティブになりすぎて、なんか鬱になって引きこもりになって、もうやだこんな女ってやられたんじゃないのなんか出かけるのもかろうじてっていう感じになって。いや、あのさ、ちょっとさ、違うねん、もうアンケートに書いてることと全然ちゃうこと話してんだよ、あんた。パパの理想像に合わせて会うのが疲れてしまって、関係が切れそうになった時に、優しくするか脅すか悩んで、脅してしまって失敗したって書いてんねん。どういうことやで。それで、
疲れたよね、その自分ミノムシやのにちゃんとメイクもしないよとか言われたりするのが、言われてはないですけど、ね、明らかにそんな感じで、うんうん、でもなんか演じたりするのも生活も結構限界になって、全然演じてないけどな、それでもサンドシーンもね、あの全然 ね、それでなんかもうこのまま優しくするのも無理だし、エネルギーが切れそうになった時にどっちのカードを切ろうかなって時に、あーもう優しくなってごめんちょっと頑張るからってするか、この野郎ってなるか、脅すって何、何を あれ相手の奥さんに言うぞみたいなことを、会社とか私そう本当に悪い女だねあんたは、お写真をあそうですね、裸の写真が何枚もあるので、そういう写真とかを会社や家族に見せるぞと脅したん、でも裸の写真はどこ、ハメ撮りは、ハメ撮りというか結構あの写真をその経営者の人が撮るのが好きで、お互いの写真とか私だけの写真とかを撮って私にも送ってくるので、うん、あの訴えられたら終わりよ、向こうも終わるけど家族とか社会的にね、だからそこを結構訴えへん関係はできてるけども、例えば奥さんにバレたらもう確実にそこ、じゃあさ、それさあんた言っとくけど、もう私との関係とか写真とか見せるからね、もう私はこのままブスなまま好きなようにミノムシを続けるけどもあんたは私に引き続き金を払いなさい、じゃないと送りつけるからって言ったんだね、そんな感じの、およそね、およそ、そしたら何て言われたの、失敗したっていうことやけど、確かに既読スルーになったので、うん、でこのまま行くかどうか弁護士の人に相談して、それでまあいろいろ相談を受けたんですけど、弁護士に相談したのはアイリさん、はいそうです、普通向こうが相談するんだけど今ちょっとびっくりした、こっちが弁護士、そう向こうがこの女どうやって切ろうかって考えるはずなんだけど、相談したら弁護士はまずこの話を聞いてアイリさんも結構大丈夫そうですか、やばいですよとは言ってない、向こうに訴えられたら大変ですよって、あそれは言われました、言われたよね、はい、でどんなアドバイスもらったんですか、弁護士からは。内容証明を私が送ろうとして、送る寸前に相談したので、内容証明は送らない方がいいよというアドバイスをいただきました。内容証明って何ですか、うん、何の内容証明、こういう約束がありましたとか、あ、分かった分かった、 LINE で脅迫したやつを返事がないから改めてちゃんとした正式な文章にしててめえの写真も送る、嘘でしょ、ちょっと待って、嘘でしょ、法的機関を通して送ろうとしたのバカかできないでしょ、それは止めます弁護士も脅迫罪問われるもん、それはやめましょうねって言われたんだね、でなんならもうその脅迫やめて、あのどっちかというとあなたの方が今悪いですのでちゃんとあの自分で働いてあのお金稼ぎましょうって弁護士に言われたんかな、そうですね本当に未読スルーでもそこからもうちょっと一切、そうですね、そこの一言で失敗しちゃったって感じ、パパと改めてやっぱりお金はでも欲しいやん、お金欲しいですけど、どうなの今は、なんか働く感じにはなってます、これから働こうとしてます、選択肢にあるだけなんだだって金ねえから働くしかないんだけど、はい、でも15年間ってそのもらってた時はもう一切一回も働いたことはないってことですか、普通の仕事もしたことありますし、クラブで働いたこともありますし、今後働こうないとお金はないけども働くかどうかは選択肢の一つでどんな選択があとあるんですか、他新しいパパを見つける、まあ、外でテント張るとか、あ、それありましたね、あそれはそこでね、もうホームレスになるとね、うそ、ちょっと強制退去の期間が、まあ、冬だったのでちょっとその選択肢はちょっと薄れてたんですけど、強制退去が春とかだったら調べて食べれる安っぽを探して、もう仕事を探そうじゃなくてとりあえずあのサバイバルをどうやってやるかっていうところからすごい変な人そんなに働きたくないの今は、正社員とかやったらねやっぱいろいろあると思うんですけど、難しいね内定もらうのには、でもアルバイトやったらなんぼでもあるじゃないですかそうですね、働きたくない、今はちょっと気力が回復してきたので働きたいです。何年くらい働いてなかったかっていうのは、結構10年ぐらいは何もしてなかった、仕事してなかった、はい、私多分10年してなかったらもう無理だわ仕事、そのパパにやっぱり頭下げて、すみません私ちょっとあの時酔っ払ってました、もう土地狂ってて、もうなんか変な薬飲んで、もうなんか精神のなんか変な薬でもうちょっともう頭がサンドシーのネックレスつけて行ってそう頭下げるっていうのは微妙、あ、
そのアドバイスも参考にシェアに入れとくって何でもシェアに入れるなぁでもその人とはなんか連絡はもうない？それともなんかそういう方法はあるの？なんかどっか行けば会えるとか。そうですね、方法はあるんですけど特にそれは試してないです。社会的に別にクズって言われてますが、私が幸せなんだから私が得なように生きて何か悪いって生き方でしょ。だからもう人様には多分これ見た人は本当にクズな女だなってみんな、まあね、モザイクが特定されへんけども、例えばこういうことが社会的にしてる人がいますって一般的にはみんなド批判もするけど、いやでも私別にお金もらえてたからもらってますが何かっていう開き直り方、今ちょっと世に足りてないものな気がしてきた、うん、まあでも今までそうやったもんな、テレビとかもそうだったんじゃない？なんか言われてももうそうですけどみたいな感じがね。今はでもそれがなんか ないやんか、うん、社会的に正しく生きなきゃみたいなね、うん、そう貯金とか結構多いじゃないですか、40万月もらってたんやったら、うんうん、はい、貯金はしてました。貯金はしてた。じゃあ今も貯金は？はないです。ないん？なんでない何に使ったんですか？わからないですね。わからない。消えてますね。まああるよね。そう、あの貯金ってなんか消えるもんよな、なんか。じゃあ今回の件があって、はい、なんか周りの友達とかに相談してみたりしました？あ、そうですね。近しい人に相談して、うん、塩らしくしてもう一回アプローチをした方がいいっていう友達と、あ、やっぱり謝ってこと、もう精神的に多分また疲れるからやめた方がいいっていう友達が結構二分していて、精神的にどうしようかなってたんだね。あの私解決策見つけた。何？大人の養子縁組。大人のね、養子縁組ってのが流行ってんだって今、うん、子供のいないおじいちゃんおばあちゃんがいて、お金たくさんあるんだけども子供がいないから自分が死んだ時に国にもう全部遺産とか持っていかれちゃう、うんうんうん、養子縁組をして一応生きてるかどうか確認するだけでなんか遺産とか全部相続できる、うんうん、よしそれみんなでやりましょう。人によっては老後の面倒を見てほしいっていう人もおれば、単純に名字を引き継いでほしいっていう人もいれば、うんうん、何もせんでいいからお正月だけ来てちょっとなんか家族っぽいことやってほしいっていう人とかいろいろおるから、それをマッチするサイトがあるらしいから、それで養子縁組して遺産を相続して生きてる間はお金払ってもろて、なって優しい。文句言うだけ言ってさ、今はなんかめっちゃいいもの提案しようとしてるやん。でもおじいちゃんおばあちゃんの面倒ぐらいって見れるやろ多少別に化粧もしなくていいし、そう化粧せんでね、別にあのなんか変なプレゼントなんかやるとかでもない、もう家で普通にいてくれたらおじいちゃんおばあちゃんは喜ぶみたいな感じやもんな。家におらんでもいいのよ。おらんでもいい。一緒に住まんで時々電話してあげて、元気ですかみたいな、今日も一応私娘として電話しましたみたいな。ババカツよ。ババカツ、うん、ババカツジジカツ、うんね、ちょっと私もやろうかな。ババカツからちょっと次に行こう。やりました。新しい時代になりましたので、はい、はい、今のうちに。ということで今言ったことは何も果たされないとんでもない方向になりそうな気はするけども、面白かった。なんか吹っ切れてる感じがちょっと羨ましいなとすらちょっと思いました。また何かあったらありがとうございました。ぜひお願いします。ありがとうございました。はい、失礼します。親とかいます？はい、親とかには自身はどんな生活をしてたと報告なさりましたか？うんうん、多分なんか怖くて聞けないんだと思います。親が、はい、うちの子一体どんな生活の仕方どこからお金を